山地の路とは、源氏物語の補作の一つである。現在まとまって残っている、源氏物語の補作の中では最も古いものであり、雲隠れ六条と並んで著名なものであるため、江戸時代までの漢本の中には、永利源氏物語のように紫式部が書いた、源氏物語本編と同等の扱いで、セットになって収録されているものもある。その他俗軍書類中にも入れられている。 紫式部が書いたものでないことは、明らかなため偽書、偽作とは言えないが、それに近い存在として、偽書、偽作研究で取り上げられることは多い。成立時期や作者は未章であるが、成立時期については1271年以後、応英以前の間に成立したとの説があり、作者については、現時尺の著者である、藤原惚之の娘兼霊モーイング兄弟部作との説もある。 公害書である、源氏小経に、その後山地の炉というものを作りて、尋ねあひて対面した参りと作りてはべり、それは五十四条の祖となれば、には、なしとある。カオルと浮船の再開等を描く宇治十条の、主人公であるカオルの後日談であり、源氏物語の最終巻である、夢浮橋巻の続編に位置づけられる。山地の炉の本文は、大きくとに分かれる。 一般的には、第二類の本文の方が量的に多いため、第一類の本文が発展して、第二類の本文ができたと考えられているが、第二類の本文の方がいくつか古い表現を含んでいるため、逆にこちらの方が古いのではないかとする見解もある。ワールドデジタルライブラリーは、国際連合教育科学文化機関によるデジタルライブラリープロジェクトである。ありがとうございます。